11月9日金曜日朝6時40分のホームポイントはミドル付近で腰程度のブレイクはありますが、ややブレイクはインサイド気味ですね。波はありますね。風はほぼ無風。ホームポイントの右も風はなくて、いい感じのうねりは入ってますが、左ほどではないですね。待てばでも入るのかな、セットが。あ、今アウトで割れるか割れるか。割れない、伸びますね。こっちはミドル付近でも右の奥ではブレイクがありますね。今緩いオフショアが吹いてますね。気温は17度ぐらいですね。風は今かすかなオフショア、ほぼ無風ですが時折オフショアが吹きますね。ショートでは厳しい感じですが、ロングならテイクオフぐらいはできそうな波が、セットの感覚はありますが入りますね。